こんにちは、橋本翔太です。 YouTube をご覧の方からですね、質問いただいております。死にたいという気持ちに対してすごく苦しんでいますと、どうしたらいいですかってことなんですが、このね、死にたい気持ち、すごくね苦しんでる方が多いなってことをコメント欄を拝見しても感じているので、何回かに分けてねお話をしていきたいと思います。今日皆さんにお話ししたいことはですね、死にたいと思ってしまうあなたは弱いわけでもないし、あなたが甘えているわけでもないし、あなたが周りと比べて気合とか根性とかね頑張れてないから、だから死にたいって思ってるわけでもないし、あなたが逃げようとしてるわけでもないんだよってお話をしていきたいと思います。まず死にたいっていう気持ちが湧いてきてしまうっていうのはですね、皆さんの脳の状態が何らかの不具合を起こしている、あるいは脳機能が低下している、だからまず死にたい気持ちが湧いてきてしまってるんだってことを覚えておいてください。本来生き物っていうのは生きるようにプログラミングされてるんです。生きるために、生存するために何とかしていこうとする、そういうふうにプログラミングがされてるんですね。ところがそれが生きたいではなくて死にたいになってしまっている時点で、もう皆さんの脳のコンディションがですね低下してるんですよ。脳の機能が何らかの形で不具合を起こしている、だから死にたいって気持ちが湧いてきてるんだってことをまず覚えておいてほしいんです。それは何らかの外的なストレスかもしれませんし、まあ、うつ病などのようなね病的な理由かもしれませんし、あるいは脳機能をね正常にしていくために、ちゃんと働いてもらうためには脳のための栄養素も必要なんですよ。その栄養素が単純に不足しているのかもしれませんし、あるいは今の職場とか学校とかね、その場所で、特別にその場所で強いストレスを受けているので適応障害的なね、理由で、脳機能が低下しているかもしれません。とにかく何らかの形で皆さんの脳の状態が疲れてしまっている、正常に働いていない、だから死にたいって気持ちが湧いてきてるんだよってことを覚えておいてください。決して皆さんが弱いとか皆さんがダメとかっていうふうに、自分自身の存在とか自分自身の在り方を皆さんがね責めることはないんです。皆さんの脳のコンディションが調子が悪いんだよ、それをまず覚えておいてください。それから今日皆さんにもう一つお伝えしたいことは、死にたいという気持ちはね、よりよく生きたい、もっとこんな風に生きていきたいっていう気持ちがあるからこそ生まれてくる。つまり死にたいと思ってしまう人は、実はもっとこんな風に生きたい、こんな風に生きていきたいっていう、生きたいっていう気持ちが強い人なんです。これはね、森田療法の考え方でもあるんです。森田療法っていうのはですね、日本の大正時代に日本人の心理療法家森田昌磨によって体系立てられた心理メソッド、心理療法で、森田療法という名前でね、日本だけじゃなく中国とか、あるいは欧米でもね取り入れられているんですけれども、すごくね東洋的な発想、仏教的な発想を取り入れた心理療法で、今でもねこの森田療法によって元気になった人ってたくさんいます。でこの森田療法の中での考え方で、要は繰り返しますが、こんな風に生きたい、こんな風に生きていたいっていう生きる気持ちが強い人ほど、生きるエネルギーがたくさんある人ほど死にたいって思ってしまうんだ、そういうことが起こるんだってことが書かれています。皮肉に感じるかもしれませんけどね、だから皆さん死にたいって思っているときは、実は本当は生きたいし、こんな風に生きたい、こんな風に私はこうありたいんだっていう心の叫びでもあるんですよね。ですから決して死にたい人が生きることを放棄しようとしているわけでもないし、もちろん生きることを放棄したいくらい辛いんですけれども、死にたい人が弱いとか死にたい人がやる気がないとか、そうじゃないんですよね。死にたいっていう気持ちは、こんな風に生きたい、自分はこんな風に自分の人生を築いていきたいっていう強い思いがあるからこそ、強い生きたいエネルギーがあるからこそ、死にたいっていう気持ちも湧いてきてしまうんだってことなんです。森田療法に関してはまた改めてねお話をしていきたいと思うんですが、森田療法の中でも神経交互作用というねお話があって、これもすごく大切な考え方です。人間誰でもね不安って持ってるんですよ。不安がなくなる人って絶対にいないんです。
言い方を変えると人間である以上不安って消えないんですね。これを私はヒューマンブルーって呼んで、ヒューマンブルー君との上手の付き合い方って形でね、本も書いたことがあります。人間の中には絶対消えない不安があるんですが、その不安に意識を集中しすぎると、つまりこの不安をどうにかしたい、この不安を手放したいとか、この不安をなんとか解決したいって不安不安不安に意識を向きすぎちゃうとですね、かえって不安が大きくなって不安に飲み込まれてしまうっていう、あのね、非常に矛盾した皮肉な結果を呼んでしまうんです。これを神経交互作用って森田療法では呼んでいて、この神経交互作用も実はすごく大切な考え方になってくるんですが、森田療法に関してはね、まずその森田先生が実際に書いた本がですね、ちゃんとこんな風に現代でも読めるようになってます、ね、なので興味がある方は森田先生の本読んでみるとおすすめですし、かいつまんでね、こんな風に分かりやすく森田療法について解説している本もありますので、こういう本もね、活用してみてください。そこに神経交互作用のことも載ってます。繰り返しますが、皆さんのね、生きたいって気持ちが強いからこそ、生きようと思ってるからこそ、死にたいっていう気持ちが湧いてきてるんだよ。だから皆さんが死にたいっていう時に、それは決して弱さでもない、それだけ一生懸命自分の人生に取り組んでるってことなんですよ。ですから死にたいと思ってしまう時に、それで自分が弱いとか、周りと比べてできてないとか、自分はダメなんだとかっていうふうに自分を責めないこと、そしてそれはなぜかというと、そういうね、精神論とかも全部抜きにして、単純に皆さんの脳の状態に不具合が起きている、脳が疲れている、脳の機能を正常に働かせるための栄養素が不足しているから、その可能性も大いにあるので、自分を責めないこと、自分を責めるのではなく、まずこの脳のコンディションを整えていくにはどうしたらいいかってことを考えて、その上で死にたいと思ってしまう自分は決して弱いわけではないし、逃げようとしているわけでもないってことを思い出してほしいんです。周りが何と言おうとね、周りが何と言おうと、私はそれを分かってますし、私もそれを経験したんです。なので皆さんのね、その死にたいっていう気持ちは、それだけ一生懸命人生に向き合ってる証拠なんだ。周りが何と言おうと、その気持ちは本当に苦しいけれどもね、でもそれでもそうやって今生きようとしている自分のことを、まずは受け入れてあげてください、ね、脳機能を良くしていくためのその神経伝達物質とかホルモンの、ね、状態を整えて脳の不具合を良くしていくための方法は、栄養療法のアプローチで私他の動画でお話ししてますので、そちらもね、よかったらご覧になってみてください。今日お伝えしたかったことは、死にたいと思ってしまうあなたは、それは決してあなたの弱さではないんだよってこと。あなたが弱いから、あなたが逃げようとしてるから、あなたが根性がないから、気合がないから死にたいと思ってるわけじゃないんだよ。それはあなたの弱さではありません。よりよく生きたい、生きていきたいという気持ちがあるからこそ、死にたいって気持ちが湧いてきてるんです。それをね、忘れないでください。そして自分をね、死にたいと思ってしまう自分を決して責めないでくださいね。今日は以上になります。橋本翔太でした。